車椅子でさ、ミニスカートってなんかちょっと、本当にちょっとこれズボンなんですか、エロい撮影みたいになって下からのね、こう戦車待ってますということで、ありがとうございました。ありがとうございました。2回目も見たら。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。はい、今日はこんな顔の感じですが前回のメイク動画をご覧くださいしんちゃんからグラマラスメイクをしてもらおうと思います。この顔立ちだからいける気がします、うん、ということで引き続き、さしみちゃんに今度は対談というかいろいろ聞いてみたいと思います、はい、ちょっと不思議なので私自身も知らないことがあるから聞いていこうと思います。はい、よろしくお願いします。はい、はい、待って、ちなみに何歳?24 です。あ、24歳、はい、じゃあさしみちゃんの障害の症状は何ですか？自分でもよく分かってなくて、うん、本当に分かってなくて、うん、っていうのも日本に私しかいないんですよ、この病気。もうめっちゃレア。遊戯王だったらギラギラ絶対遊戯王知らない人には分かりづらい。虫キングとかだったらもらえる。ちょっと分かんない、虫キング当たり前のレアキャラで症例とか、うん、こういうことが起こりやすいみたいな、うん、テンプレもない状態なんで、現状のことしかお伝えできないんですけど、うんうんうん、まあ、現状は脊髄に傷が入っていて、うん、あんまりこう足への命令が行きにくい状態です。でもどっちかっていうと私が強く、なんだろう、障害の面として強いのは側腕と軟骨不健全みたいなやつで、うんうん、いろんなところが曲がってるんですよ。背骨も S 字フックみたいな、足も X 脚だし、うん、っていうのがたくさんあって、うん、あんまり長距離歩けないんで、まあ、歩けるんですけど、うんうんうん、体力的にすごい人より多分使っちゃうエネルギーが多いので、うん、今はそう電動車椅子に乗ってます。なるほど。感覚的なもの、なんていうの、そのよく言う麻痺で言う、うん、痛いとか、はいはい、そういうのは全然もうないね、なくて、動きの部分だけっていうことだね。そう、トイレ感覚とかは全然あります。あ、そこはもう普通なんだ、ね、ただなんか膀胱が弱くて、うん、すぐなんかもう近いんですよ、トイレが。大丈夫、なんかさっきから結構大丈夫です。今日コーヒーをすごくいつも飲んでるんでそのせいかと思う。普通にそうでしょ誰でもそうなくらい利尿作用ガンガン切れ、それ膀胱のせいだなってなっちゃうじゃんで膀胱に何回もこうなって繰り返してるんで、うん、なんかそこからどんどんなんか機能が弱まってる年なのかわかんないけどありますね。かかとの膀胱の薬飲むしかないし。いや、ほんとほんと、そうです。お腹が普通に弱いっていう。下しやすいってこと？下しやすいです。でもそれは多分、胴がめっちゃ短いので、うん、腸がぐちゃぐちゃになってるらしくって、ねじれ腸っていう、うん、なんかそれでこう。全身を取ってもいい？あ、もちろんです。座ってた方がいい。座ってるとでもさ、わかんない。確かに。カメラ。私がここ。車椅子でさ、ミニスカートってなんかちょっと、これでもあれですよ、ズボンなんですか、エロい撮影みたいになって下からのね、こうくく舐めていく感じで。いや、なんかパンツじゃないの、これキュロットっていうか、ズボンに。ああ、はい、こんな感じで。じゃ、立ってもらっていいですか、はい、片足靴脱いでるんだけど片足靴脱いで、はい、高さが合わねえこんな感じです。こんくらいしか動画ないです。でも全然わかんないけどね。服があるかね。ちょっと歩いてよ。歩くのはちょっと NG。普通にじゃあ小学校は普通の小学校に行ったの？はい、そうね。小中高大全部普通学校に行ってます。行ってました。でも学校はバリアフリーの学校じゃないの？バリアフル。どうやって過ごしたの？普通の、でも歩いてあったから、そかもうバリバリゆっくり行ったりとか。じゃあ小中高は車椅子を使ってなかったってこと？使って、乗用はしてなくて、修学旅行とかその歩くのが遅いので、周りのペースに合わせなきゃいけないタイミングとか、うん、あとまあ長距離を歩くとき、うん、家族で旅行行くときとか、うん、たくさん10分以上歩かなきゃいけないっていう感じかな、うん、の時は使ってました。でもそれは人に押してもらう感じで。登校は？登校は歩いて行ってたんですけど、すっげえ大変だった。
そうだよね、そうだよね。そう、でも周りの子にとても恵まれてたのでもう杖がないと歩きづらくて、今は杖を使って歩くとき歩いてるんですけど、当時はなんか杖をうまく使えなかったので、友達に手をつないでもらって、ずっと登校してて、いじめとかはあった？全くなかったです、何にもなくて、なんか私が強めなので、ちっちゃい頃から強めだったの？強かったですねなんか、いじめってからかってきた、なんか病気がうつるとかって、まあ、言うじゃないですか、誰にでも、誰にでも言ってる子がいて、たまたまその日に言われた時に僕しびれて、なんかその辺にいた蛇をその子の手につけたんですよ。まあ毒じゃないの、ちゃんと分かってますよ、毒じゃない蛇を引き出しに入れといたら、やばっ、何かしてこれから強め、めっちゃ強めだから逆に、あからさまな障害者すぎて、いじめづらかったのかもしれないですね、逆になんかちょっと吃音があるとか、なんかそのちょっと歪んでるとかの方が言いやすいというか、もうかわいそうだから言わないとか。今はお仕事は何してるんですか？はい、今はデザイナーをしています。デザイナー、はい、IT 企業で、アプリのデザインを作ったりとかじゃあもう完全にパソコンでっていうこと？はい、パソコンでやってます、全部。出勤は普通にするの？この状況下になってからは、3月の下旬くらいからもうずっと在宅なんですけど、でもマジで外出てないですそれまではずっと電車使ったりとかして。でも週 5? 週5です。9時みたいな、10時出社、終わり次第一応まあ18時半が定時なんですけど、時期によって忙しいと本当に残業してホテルで泊まったりとか、実家がめちゃくちゃ遠くて往復4時間かかってたんですよ。入社から2、3年。え、東京都民じゃないの？今は都民なんですけど、ずっと埼玉に住んでいて、そうなんです。例の永田町に埼玉から2時間かけて毎日通っていったので、さすがにしんどくて、引っ越して電車使わないで行ける距離に住んでるんですけど、今は一人暮らし？一人暮らししてます。おー、部屋、一人暮らしの部屋は、はい、でもそのバリアフリーじゃないんだよね。ちょうどワンルームで、入り口には段差がなくて、そのまま車椅子バーンって止めて、私のナイトルーティンみたいなのが動画で上がってるのが分かりやすいんですけど、なんかそういうなんか途中までフラットに入れる感じのところで。じゃあ、恋愛、はい、初めて付き合ったのは何歳？付き合ったの中学とか。中学？ちゃんと告白してみたいなフェーズを経たのが中学とかだった気がします。へ、はい、初体験は？初体験は高校生あたり。同じくらいの？そうです当時付き合ってたというか、彼氏と。結構でも今まで恋愛をたくさんしてきたの？そうですねでもなんていうの、ほらやっぱさ、障害を負った人たちとかさ、なんか恋愛できないんじゃないか、好きになってくれる人なんていないんじゃないかっていう不安が、まあ、私自身もね、なった時にあったんだけど、全然そんなことない？もう出会いもあるし、好きになってくれる人も多い？正直言うと、ないとは言えないですね、そこは。ただ、コアな人がいるとそのままハマってくれるというか、なんか私にしかない魅力ってあると思って、障害者だからっていうよりは、人としての魅力でカバーしてるというか、カバーするもんでもないけど障害って、それをこうまとまって私なので、それを含めて一回私のことを好きになっちゃうと、もう他の人じゃ物足りなくなるって言われることは多かったです。すげえ、やばい、かっこいい。まあ、高校生とかさ、大学生はまあそこにいるからいいけど、社会人になってからの出会いってさ、どこである？会社？社会人になってからは正直いっぱいいっぱいで、あんまり恋愛しようって思ってなかったのもあってあれですけど、なんか出会おうと思えば多分出会えてたと思う。普通に会食の機会もあったし、うちの会社はすごく人数が多いので、サークルもあるし、だけど勝手にする要素がもしあれば、全然機会はあったんだろうなっていうのは思います。出会いがないとな、やっぱね。あ、でもアプリとかもやったことありますよいや、はい、いや私もやったけどさ、でも結局なんか言うタイミングめんどくさくないですか？車椅子なんですよね。あ、でも私はね、写真をもう車椅子にしてたの。そっかそっか、なるほどね。
でもなんか会うってまではいかないんだよね、どうしても。もともとなんかネットからのつながりの人よりはそれこそ会食とか何か直接会ったきっかけで恋愛に発展することの方が私多いから、うん、でも私もそうですね、なかなかテキストだけで、ね、あとやっぱそういうので連絡来る人は変な人が多い確かにそれはあるかもしれない、なんかマニアみたいな人が多いから怖いんですよね。電動車椅子って大変なことある？うん、重いあ重い、めちゃくちゃ重くて、私手も変形してるので、うん、こう漕ぐのはちょっと難しくって電動を使ってるんですけど、うん、やっぱり重いからタクシーの積み下ろしもすごく大変です。あ、そうだよね。し免許持ってないんですけど、うん、免許を持たなかったきっかけはもし自分で車を運転できても後ろもないから降りた先でどうすることもできない、うん、でその改造車とかってのはやっぱコストも高いし、うん、都内でそんなでかい駐車場借りたらとんでもないことになるし、うん、っていうので持たない生活をしてるんですけど、飛行機にすごく乗りづらい。あー、あのリチウム電池のやつとか。あー、手続きめんどくさいよね。そうですね。それから階段のある居酒屋さんとか外に置きっぱにして、うん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 、鍵かけて、まあ、ちっちゃく畳んで鍵かけてます。チャリの鍵みたいなやつ、バッテリー高いから、バッテリーとかやっぱ盗まれちゃうの？盗まれたことないですけど、でもやっぱ盗まれたのも帰れないから。 そうだね、それ以外はすごい快適だし、操作もせせるし、こういう感じだもん ね。そうだよね、いいよね。それは手動にない良さがあるね。そう、坂道も楽だしね。坂めっちゃ楽だめっちゃ楽全然平気。今坂の途中に住んでるんですけど余裕ですもん、うん、ジミチャンネルでもちょっと対談とかなんかいろいろ面白いことがありそうなので、はい、ぜひそちらをご覧ください。じゃあ今日はこんな感じで、私との対談は終わります、はい、はい、ありがとうございました、はい、じゃあご視聴最後までありがとうございました、はい。ごまだ。T 字取ってるのそれ。そうだ。T 字じゃダメだよ。ダメなの？でも全部そう。超綺麗だね。わあ、左。ガッツリ。あ、めっちゃ斜めてた。レディー、ゴー。え、左の方弱くない？すげえ音がするんだけど。ああ、強い強い。